どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は初登場、ケーキケーツガラスの少年を、このウクレレを使いましてガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。ジャニーズ。はい。ちょっとその前にお知らせなんですけど、先週はもうガズレレ旋風巻き起こしまして、まずは新宿タワーレコードでインストアガズレレイベント。皆さん、ありがとうございました。はい、写真ご覧になってください。はい、その、ちょっと後、ガズレレ、レッツゴー最高ツアー、大阪、引き続き名古屋という感じで、こんな感じで、まあ本当に来てくださった方どうもありがとうございました。そしてまだ来たことない皆さん、今年もあっちこっち行きますから、お願いしますね。はい。じゃあ、曲の方行きましょう。はい、ガラスの少年なんですけれども、いつものように2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした、ガズレレ流オリジナル、超簡単バージョン。後半は、かっこいいバージョンやります。これはね、結構16ビートでこう踊れる曲なんでね、こう、そんな雰囲気が出るように、かっこいいバージョンやってみます。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで自分の大好きな曲、憧れの曲、いつかは弾いてみたいなっていう曲をですね、カラオケで歌うのはまた違う。自分で演奏までしちゃって、歌うという弾き語り。これがね、最高なんですよ。ぜひ皆さん始めてください。で、ウクレレだったらね、簡単なんですよ。楽器はもうちょっと私は無理だわって諦めてた皆さん、ウクレレ助けてくれますから、弦4本しかないし、まあ簡単なんですよ。ちっちゃいからね、いつでもどこで持ち運んで、いつでも触ってられますから、すぐ上達できます。そして今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん好きな曲弾けるようになりますからね。ぜひご覧になってください。YouTube だったらいつでもどこでも、無料で。やり放題、練習し放題ですからね。で、じゃあ、先生、ここに、今、リンクを貼りますが、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行っていただいて、数字の順番通りにウクレレと一緒に動画を見るだけで、あら、私弾けちゃってんじゃないってすぐなりますからね。ここ行ってらっしゃい。じゃあ、初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、カシッ。いってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためた、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲が650曲ぐらい。それ以上あると思います。全部ウクレレ初心者向け簡単バージョンですからね。最新 J-POP 夏メロ、洋楽からハワイアンから、演歌からアニソンからありとあらゆる音楽がありますので、先ほどのリンクはここというところ下の方に行くとジャンルボックスになっていろんな曲入ってますから、探してみてください。よろしくお願いします。じゃあ早速やってみましょうか。ガラスの少年。まずは初心者さんに助かるシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、でん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 、雨が踊るバスト、君は誰かに抱かれ熱くる僕のこと見ないふりした、指に光る指輪、そんな小さな石で未来ごと売り渡す君が悲しい、僕の心はひび割れたビーダンサー、覗き込め君が逆さまに映る、 Stay with me ガラスの少年、時代の思い出たちだけ横切るよ、痛みがあるから輝く青い日々が嫌い、ガラスの少年、時代の破片が胸へと突き刺さる、何かが終わって始まる、雲が消えて僕を照らし出す、君だけ知ってた。
せーの、じゃがじゃん。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。今のはですね、ガズレレ流ショートカットバージョンなんですけど、YouTube で見て、テレビでやってた、ショートカットバージョンのそのままやってるという、そういうイメージで、やってみたいと思います。では、今、イントロから、こう、これはメロディーライン、でん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 、まあ、これを参考にして歌ってるわけですね。で、ここ見てください。止まるって書いてある。ここ。あめがんところは止まってますからね。動画の中でちょっと確認しながらこれを書いていってください。これね、ノートに書く、自分でね、ノートに書くと結構頭に入りますからね。動画のテロップに合わせて弾くのもいいんですけど、一回書いてみると、またさらに頭に入りますので、ぜひやってみてください。じゃあこれ参考にどうぞ。か。はい。コード進行は結構シンプル。で、ここは B メロですね。で、あ、いつもの説明ですけど、ここ止まるのは止まるって書いてあって、この下に書いてあるじゃないですか、これ。これは、後半やるかっこいいバージョンの、で、使うバージョンなんで、今の上の段をやったということになってます。でですね、まあ、問わず見ていくと、ここ見てください、ここ。ここが結構キーポイントですね。ここはですね、こう見えば君が逆さまに移る、止まって、一回 E7 止まって、stay with me。このタイミングに合わせて E7、D7、E7 ってなりますからね。ここ、テロップナイトを曲で確認してください。すごく溜める感じですね。で、ここからガーラスの少年って入って始まります。はい。じゃあ、ここどうぞ。はい、OK ですか。で、ここに決め1って書いてあるんですけど、ここは結構定番の決めのやつで入ってきて、これはね、かっこいいバージョンのやつですからね。今は上の段でやって C と E7 で、やったところですけど、これ、後で説明しますから。で、最後はちょっとちょっとここね、最後足りなくなっちゃって、また尺が短くなってますけど、はい。こう言って、ここで一応終わったということになってますね。まあまあ、動画のテロップと合わせながらノートも参考にしていただいてということで、はい。じゃあ、コードの解説いきましょう。はい。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7 ですね。1,2,3,4,5,6,7 個のコード。はい、これ、いつも出てくるやつ。どんこれ。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというのは必須って書いてあるでしょ。必ず覚えた方がいいですよというコードでございまして。コードというのはですね、皆さん、ホスの仮想とあるんです。全部覚えようと思ったら、まあまあ無理なんですけれども、ガズレレ理由だとですね、このガズレレ必須コードという8個のコードを覚えるだけで、まあほとんど8割9割できるというのが、ガズレレのロジックということでございまして。その8個のコード。これ基本中の基本です。ウクレレ始めたらまず一番最初に覚えましょう。とにかくこれを最優先で覚える。8個覚えたらもうほぼいろんな曲できちゃうというね。魔法のグループだから必須。以前その8個のコードを解説している動画をここにリンク貼ってきます。これはね、楽しく覚えられますからね。ガズレレの超面白い覚え方ですから。ぜひ見て、覚えてください。コードを覚えてください。今日はコードの解説は省きます。そこで勉強してみてください。さあ、じゃあここからかっこいいバージョンの説明に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、リズム。やっぱりね、これ16ビートがいいと思うんですよね。ガラスの少年、ジダニダ。ジャンジャカジャカジャスカスカ、ジャカジャカジャンジャカジャカジャカ。このリズムがいいと思うんですけど、16ビートってなかなか奥が深いんですよね。ちょっと難しい方は、まずは8ビートでいいと思います。8ビートでも十分かっこいいです。こんな感じです。ガラスの少年時代の思い出たちだけ。こんな感じですね。まあ、8ビートのチャでも十分大丈夫だと思うんですけど、まあ、ガズレレのかっこいいバージョンのデモ演奏は、まあ、16ビートでやろうと思います。まずは8ビートでやってみてくださいね。で、8ビートとか16ビートとか、なんじゃらほいって方いるでしょうね。はい。これはですね、いろんなリズムの弾き方、この右手でストロークって言うんですけど、これでね、リズムの表現力が増してきます。で、やり方、以前解説してる動画をここに貼っとくんです。このリンク先はガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページがありまして、まず最初、8ビートを覚えてください。その次、8ビートのチャというのを覚えて、で、16ビートに入っていってください。で、最終段階として16ビートのチャ。はい、これが最終段階。これちょっと難しいですけどね、楽しんで、リズムのこのグルーブも、体ごとも乗れるように、やってみてください。で、決めの解説をどんどんしていきましょうか。で、さっきも言ったんですけど、こう止まるとかはね、もう皆さん、これお馴染みで止まるとかなんとなくわかると思うんですけど、こうやって見ていくとですね、まず一個目ここ、止まる。ダーダーダーって決めがありますね。これね、僕の時に Am を3回決めるということですね。ちょっとここやってみようかな。売り渡す君が悲しい。止まる。僕の心はとかね。
もう一回ね。未来ごと売り渡す君が悲しい僕の心は僕の一回 A マイナーで止まってじゃんじゃんじゃん。はい、ここね。まず1個目のキーですけどね。はい、ここにあります。そしてこう来てさっきのところでここがね、ちょっともう一回解説しよう。ここは簡単バージョンと一緒なんで、ちょっとやってみましょう。ここ思いっきりゆっくりね。来ねば君が逆さまに移る。ここです。 E7 で一回止まって Stay with me。 E7 D7 E7 ね、ここね。はい、でガラスのとサビに入っていきます。ここはね、大げさに行きましょう。はい。そして、今日の一番難しいのはここですね。ここ、毎回出てくるんですけど、一応ここ、記念1ということで表記してますが、C と C と E7、D7、E7。ここちょっとやってみましょうか。記念1ということにしておきます。ガラスの少年時代の思い出たちだけを握る。ダンジャカジャ、C、C、バンババンババン。C、C、D7、D7、E7 です。ちょっと早いでしょ。16ビートだからいっぱい入ります。思い出たちだけ横切るよ。なななななな。C、C、E7、D7、E7。D7 がアップだね。はい。ちょっと早いです。はい、ここです。これ結構連発で、合計3回出てきます。C、C、E7、D7、E7。決め位置。ここ、ピンク色で書いておきました。ここはちょっとね、バッチリ決めちゃいましょう。あとは、そのぐらいですね、決めはですね。まあ、なんで、ここ、この2箇所、2箇所っていうか、この、僕のところと、ここの、Stay with me。で、そこの決め位置。あ、あとね、ここ忘れてた。この、今は普通に言っちゃったんですけど、2拍ってここに書いてあるでしょ。ここね、KinKiKids さん、2拍貯めてるんですよ。どういうことか、ちょっとやってみよう。サビの繰り返したサビの最後の行です。何かが終わって始まる。雲が入れて、僕を照らし、1、2、ダーン。1、2って2拍開きます。もう一回。何かが終わって始まる。雲が消えて僕を照らし出す。エンディングに差し掛かるところ2拍開けますからね。いいですか？じゃあこの辺のことをキーポイントに置いといて、16ビート満載でかっこいいバージョンガラスの少年やってみる。1、2、3。でん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 な小さな石で未来ごと売り渡す君が悲しい僕の心はひび割れたひだまさ覗き込めば君が逆さまに映る。
いかっこいいバージョンやってみました。あの、キネ1が結構難しい。あのね、何が難しいかっていうと、思い出たちだけ横切るよ、ベンズで、口、いい痛みの次の歌詞が前に食い込んでくる中で決めなきゃいけないんで、ここはかなりちょっと難しいところですけれども、まあ、あの、この決めがね、もし難しかったら、ひとまず、思い出たちだけ横切るよ、で、C と E7 で、シンプル簡単バージョンのコード進行でやっても、あの、あんまりね、あの、大丈夫です。まあ、こだわりたい方は、でん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 、これ、結構、E7 で E7、ね、ここ、まあ、できると結構気持ちがいいですけど、ぜひ挑戦してみてください。キキンキッズでした。ありがとうございます。はい、それではですね、ご案内しますよ。ほい、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見るといろんなこと載ってますからね、ここにリンク貼っていきます。よろしくお願いします。そういうわけでですね、ガズレレイベントの方もどんどん進んでいくわけですけれども、次回は、広島、福岡、両方とも初登場です。待ってますよ。お願いします。で、まあもちろんあの、こちらの CD、これね、レッツゴー最高ガズの CD の曲も、その中から何曲かやろうということで、練習しておいてもらいたいということで、ですね、CD のこと全部まとめてここに書いておきます。イベントの情報もそこに入れとくんで、ちょっとぜひ見ておいてくださいませ。はい、CD レッツゴー最高。これはね、ガズレレ仲間集まったら、もう、6歳と80歳も一緒の曲弾こうってそういう思いがありましてですね、まあ、ぜひあのみさん手に取っていただいて、もう YouTube で全部フル公開してますんで、ぜひお願いいたします。そんなわけで、まあイベントもどんどん続きますが、あのガズレレ歌本5も出るんだ、おいガズレレ歌本5、1月23日発売ですから、まあ今日22日なんで明日ですね。まあまあもうほんと盛りだくさんのことガズレレでどんどん始まっています。で、とりあえず今年一番の目玉は2019年9月1日日比谷の野音でガズレレ。皆さんスケジュール帳、スマホのカレンダーに予定今すぐ入れておいてくださいね。皆さんステージに上がって歌いましょう。その辺のご案内も近々始まります。お願いいたします。それでは音楽で楽しい人生を、弾ける人はどんどん教えてあげてくださいね。さあ楽しんでいきましょう。ガズレレでした。さようなら、バイバイ。